うまそう。美味しそうでしょ。いただきまーす。醤油ねえな。醤油、オッケー、醤油かけっか。バランス寿司っつったらな、醤油しかねえだろうな。よっしゃ、醤油をこうやってよっしゃかけるぞー。うっそ。はい、これ実はねコーラでございます。あつとちよちです。皆さんこれお寿司屋さんとかで見かけますよね。タレ瓶というやつなんですけど、まあお魚の形をしたタレ瓶。まあこんなでかくないですよね。なぜこれを買ったかと言いますと、僕はこれ見た時に型だと思ったんですよね。型といえば、うん、俺らなグミとかよくそういうのやってるわな。このタレ瓶を使って巨大なお魚グミを作ろうと思いました。材料はこちら、コーラ、ゼラチン、お魚の形をしたタレ瓶、以上です。というわけでですね、僕今回コーラを使うので炭酸を抜いていきます。まあ振ってもいいんだけどちょっと時間がかかっちゃうので、温めながらゼラチンを溶かしていきたいと思います。ガチャ。さあコーラを入れていきます。はーい、はい、はい、ゼラチンを入れていきます。今回はもう結構カッチンコッチンにしたいんで7袋入れていきたいと思います。レッツゴー。イエーイ。はい、綺麗に溶けたと思います。次行きましょう。ってことで、まあ固まったら普通にカッターでこう切り込みを入れてパカーッと出すということにいたします。はい、じゃあこのまま冷蔵庫で1日冷やしたいと思います。できたよ。カチカチだよ。はい、なんとめちゃくちゃカチンコチンに固まりました。大成功です。ちょっと開いてみましょう。これ醤油じゃないからね、これグミだから。これぐらい硬かったら多分ね、カッター入れても絶対に崩れることありません。二つにならなければ大丈夫だから。このスリー、ツー、ワン。はい。あらりこれたい焼きみたい。めっちゃ綺麗にできました。うわすごい。反対は、は、あ、ちょっと、あ、失敗。うわ、あーはははー、できたー。入れちゃいません。あ、いつものやつですね。はい、待ってください。今さばきますからね。はい、じゃあ尻尾いきますよ。3枚でおろすからね。3枚おろしってどうやってんだろうな。3枚おろし。よいしょ、うっす、よいしょ、オッケー。それでは美味しくいただきましょう。はい、じゃあ一番美味しそうなね、この腹のとこ行きましょうかね。あーほら、あー懐かしい、ペットボトル丸ごとグミ懐かしい。いただきます。音、うん、コーラ味です。いやー、ゼラチンね、大量に入れてよかった。やっぱね、ゼラチンね、少なかったらこれもう完全に切るとき崩れてた。よく頑張ってくれたので、盛大に食べたいと思いまーす。おいしい。はい、というわけでですね、型次第でもう本当面白いグミが作れるんだなって改めて思いました。はい、それではこの動画面白かったら高評価、コメントよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。またねー。チャンネル登録はこちら。 Twitter、Instagram のフォローもよろしくお願いします。